はい、こんにちは。ザ・ゲームガイチャンネル R99 です。今回ですね、非常にたくさんリクエストいただきましたメカニズム別のですね、おすすめということで、ワーカープレスメントを採用したボードゲームの中からおすすめ10選をお届けしたいというふうに思います。The Game Gallery。 はい、というわけでですね、ワーカープレイスメントですね、ボードゲームの中からですね、おすすめということで今回特集でご紹介していきたいというわけでございますけども、メカニズム別のですね、おすすめは今回ザ・ゲームギャラリーで初めての特集なんですね。というわけでですね、いつも通りね、レギュレーションでございます。ワーカープレイスメントがですね、入ってるっていうゲーム結構あるんですね。なのですが、今回はワーカープレイスメントがまあ一応主役だろうと思われるゲームの方からですね、ピックアップしてやります。またですね、オーソドックスなスタイルとなっておりますが、ワーカープレイスメントがですね、生まれてからもう10年以上ですね、メジャーになってから経ちますんで、いろいろ変形版も出ているんですね。まあ、その中でもまあこれはですね、わかりやすかろうというものを抽出いたしました。で、もちろんいつも通りですね、私、春99の主観的なセレクションとなっております。でですね、このセレクションね、作るにあたりましてですね、ツイッターの方で多数のアドバイスをいただきましたので、皆様ありがとうございました。で、まあ、そうは言いながらですね、ワーカープレイとよく言われるね、このワーカープレイスメント何ですかというね、いつも通りのやつでございますけども、まず基本的にいくつかシステムがありまして、まあ、手番順にですね、手元にあるコマ、つまりワーカーですね、働く人ですよね。こちらのコマをですね、アクションするスペースに置いていきますよということですね。これがワーカーを置くプレイスメントですよね。で、それによってですね、そのコマを配置したことによって置いた場所の指定アクションが実施できますよと。まあ、これが非常にオーソドックスなやつなんですね。手元にあるコマをアクションできる場所いくつかある中からバシッと置くと。置くとその置いた場所にあるアクションが自分が実行できますよと。こういうのがワーカープレイスメントの大きな定義なんですよね。で、おおよそのワーカープレイスメントにはですね、アクションコマがですね、配置制限があると。例えばお一人様ですよとかですね。例えばここは1個必要ですよ、ここはワーカーが2個必要ですよと、まあ、何らかの制限があると。そういうことでどれから優先して置いていくのかと、どれは今回取らせないように私が先に使っちゃうのかということをですね、まあ、悩むのがですね、まあ、特徴だということなんですね。で、もう一つ大きな特徴がありまして、大きいですね、ほとんどのゲームはワーカーはラウンド終了時などで一定の条件で手元にガバッと返ってきて再び使える、つまり使ってるとだんだん減っていくんですね、通常ね。それの出ていっては戻っていくというのを繰り返すと、こういう大きな定義のところを今回ワーカープレイスメントとしてね、取り上げています。一旦図示でご紹介しますと、こちらですね、これをね、お二人のところがワーカーをですね、まあ黒の方がお二つ、白の方がお二つとこう持っていて、四つのアクションスペースですね、まあ、こういうものがあったという場合を想像したときに、例えば黒のプレイヤーが自分のワーカーを一個この金塊のアクションスペースに置きましたと、こういうことをすると、まあ、金塊がもらえるわけですね。これ非常によくわかりやすいパターンですね。自分のワーカーを金のとこに置くと、そこによって金のアクションが発動し、自分は金がもらえる。で、お一人様制限とかあると、もうこれはですね、他のプレイヤーもいけないし、自分ももう一回入れないわけですね。じゃあ、白のプレイヤーがっていうと、この水ですね、ウォーターの方の領域に自分のコマを置くと、まあ当然そこによって水がもらえると。まあ、こういう感じですね。次のお魚のところ行けば魚をもらえて、最後このですね、稲のところに行けば自分が稲がもらえると。こういうのが非常にオーソドックスなアクションになっていて、そのラウンドが終了すると各自のワーカーが帰ってくる。こういう仕掛けがワーカープレイスメントなんですね。まあ実際はですね、まあこんな4つだけどもらうばっかりでいつまで溜まっていくばっかりですけども、これをじゃあ使ってお魚と黄金を使うことができたら船ができますよとかね。まあそういったですね、この稲とね、水があれば畑ができますみたいなアクションスペースが大体あるもんですから、こうした何らかの資源を入手する、その資源を使って何かを作るみたいなものが多くあるというのがワーカープレイスメントの特徴なんですね。で、同時にこういうタイプも最近たくさんありまして、同じように黒のワーカーが1個置くと黄金が1個もらえる、これさっきと同じパターンですね。じゃあそうじゃなくて、この白のワーカーの人が白を2個置きましたとお魚のところにっていうと2個もらえる、こういうのも最近増えているわけですね。つまり一定の個数を置くことによってその効果が変わりますよなんていうものもあるということが最近のワーカープレイスメントになってますね。いろんな変形バンド出てきますが、最初に申しました通り、手元にあるワーカーをアクションスペースに配置することによって何らかの効果発生すると、置いた場所には配置制限があったりするし、ラウンドが終わったりすると手元に返ってくるというのを繰り返すというですね、こういった動きのゲームから今回ですね、おすすめを選んでみました。
そしてですね、いつもとですね、軽量級、中量級、重量級という3つのね、ジャンルをね、探してみましたので、この中からですね、合計10個を紹介していきたいというふうに思います。さあ、まずね、軽量級部門です。軽量級ってなかなかワーカープレイスメントないんですね。どうしてもさっきのメカニズム上ですね、複雑なものが多くなりがちなんですが、その中の代表格といえばこちらですね、ミントワークスですね。これ本当に小さいですね。お菓子箱とかですね、まあ薬入れみたいなね、そういう本当に小さい箱なんですが、まあこの中にですね、まあこういったカードが入ってるんですね。で、このカードのところにですね、このワーカーですね、このね、白っぽい。こういうワーカーを置くところがどんどんありまして、これがまたゲームによってですね、前から出てくるものが違うんですね。この構造が違うんですが、まあそこのところをですね、こう置いていくことによって、新しいワーカーをもらえたりするんですね。新しいワーカーをもらえたり、こちらのカードのことによって、こうした場所みたいなものがもらえると。で、これによって、例えばこれだったらもらったら星があるんですけども、1点くれると。こんな感じになってるんですよね。もうつまり、あそこにさっき並んでいた、この灰色っぽいワーカーの置ける場所のところに置いていくことによって、このワーカーみたいな、このタブレットみたいなものがもらえ。で、これを例えばこのギャラリーって、このカード上にミント置き場からですね、このワーカーを置きますよと。そうすると置いてあるワーカーごとに点がもらえるという、本当にみんなの共通のワーカーの数がもうそもそも違うんですよね。で、ゲームによって出てくる数も中身も違うと。で、当然様々な得点する方式のものも出てくるということがあって、非常にですね、これ軽量級になっているゲームではありますが、出てくるワーカープレイスメントの置ける場所っていうのと内容っていうのがカードでできているもんですから、毎回少しずつ違うと。そしてこの得点なるこの要素も実はね、ランダムで出てくるんですね。なんで必ずしもですね、毎回同じ法則で勝てるわけじゃないという、非常にこのワーカーを置いていくっていうところは、オーソドックスなスタイルを取りながら、置く場所が必ず一定ではありませんと。そして何が取れるかっていうのもゲームごとに毎回ちょっとずつ違いますよと。というですね、まあ、得点を取っていくっていうベーシックなところはありながら、新しい感じがするゲームになっておりました。こちらですね、ミントワークスはですね、システムデザイナーさんがジャスティン・ブラスクさんですね。プレイ人数1人から4人、プレイ時間が10分から20分、非常に軽量なんですね。BG レートは 7.0、重さ 1.70 というふうになっていました。これ本当にね、ワーカープレスメントだっていうことをわざわざ言われるっていうことがなければ、こう自分の動物のコマを置いていって、まあ、いわゆるそうね、ミントンのね、見立ててるわけですけども、それによってアクション効果得られるんだよねっていう、非常にスッとゲームに入れると。で、小さいので私ね、長いことね、持ち歩いてたんですよね。パッとなんかのゲームの間にやりましょうとかね、誰か待ってる時にやりましょうっていうこともできると非常に優秀なゲームで、こう写真は英語版になってますけど、日本語版も出ているので、これもね、一つね、持っていてもいいんじゃないかなと思いますね。そしてお次こちらですね、フルーツジュースですね、フリードマン・フリーザーの、ね、作品ですけども、こちらもなかなかいいわけなんですよね。これもですね、非常にシステム構造はまたカードゲームになっていまして、まあ、こういったね、8枚カード出ておるわけなんですね。で、これ自分のね、これワーカーがあるわけですけども、まあ、これどっか一個ポコッとこう置くわけですね。ほら、こんな風にね。で、みんな置いていきますよと。で、誰かが置いてるところは置けませんよと。で、自分の手放ったら違うとこ行ってくださいと。まあ、大体そういう形で動くんですよね。で、この置いた場所によって、ここの中身なんかいろいろ文章いっぱい書いてますけども、この下に書いてるようなフルーツが何らかもらえるんですね。で、そのフルーツを集めることによって、ここだったらブドウとなんかのね、ミックスジュース2つとか、これだったらブドウイチゴとジュースとか、まあ、これなんか書いてますよね。それを実際に持っていくことによって、このカードそのものをもらえるんですね。これでジュース作ってくださいねっていうですね、材料を持っていけばその動物がもらえると。こういう仕掛けになってるんですね。これもなんで先ほどのですね、ミントワークスと同じように、ワーカーを置く場所がカードで構成されていて、そもそもこれと、これ、ちょっと違いますよね。これね、ほら、これがなかったですね、さっきね。なんで、カードなんで、ワーカーを置く場所っていうのが変わっていくっていうゲームなんですね。ここのところが先ほどの共通でありますが、ここ、なんかすごい量ありますよね、これって。このゲームは実は、これ、同じのが一定枚数あるんですけども、終わるとどんどん入れ替わっていって、今度全然違います、さっきとね。じゃんじゃん変わってくると。こういうスタイルのゲームになっているんですね。何度もゲームを繰り返すことによって、動物たちが出てを入れ替える。つまり、さっき言ったフルーツを渡して終わると、こう手元になってフルーツ作ってくれるんですね。こっちへ来て、これを一定個数集めることによって、そのゲームは終わるんですね。ああ、じゃあ、私今回勝ちましたよね。じゃあ次行きましょうっていうと、ここ入れ替わったまま次進むんですね。
でそうするとまた新しくどん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 こうジュース作ってたらこの動物がなくなっていって次が来ると、ゲームが進むとどん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 このワーカーを置く場所の中身が変わってくるっていうですね、ワーカーを置く場所の効果がゲームを通じてどん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 変わっていくと、同じ仲間たちと繰り返しプレイすることによって飽きるどころか、なんだこの置く場所は、え、こんなの見たことない、前に見たやつがこんな風になってまた変わってきたっていうことを次々体験できると、こういうワーカープレイスメントになってました。こいつはですね、ワーカー1個しかないというのもね、非常に特徴なゲームなんですが、非常に魅力ある変化するワーカープレイということでございました。こちらフルーツジューサーですね、システムデザイナーがフリードマン・フリーデさんですね。プレイ人数が2人から5人、プレイ時間が20分から30分になっていますが、繰り返しプレイすることによってできるので、私これ1回クリアしたときは半年以上繰り返しプレイしていました。 BG レートは 7.0、 重さは 1.60 となっておりました。これちょっとだけ実は残念なのが、このフルーツジュースそのものは日本語版が出ておるんですね。なんですが、拡張セットも海外では出ていて、こちらの方も人気なんですね。新しい動物が入ってくるのでね。こちらは残念ながら日本語版が今のこの収録時点では出ておらないということになっておりますんで、こちらの基本セットだけをね、日本語ではプレイできるということでございます。これ本当に面白いですね。お次こちらですね、イムホテップですね。まあこれもなかなかですね、まあ軽量級な割にはですね、変形版のワカプレになっていまして、なかなか面白いわけでございますが、まあこんな形になってるんですね。これ昔のですね、まあエジプトがイメージされておりまして、まあこういったピラミッドなんか作っていきましょうということになってるんですが、まあこうした船があるわけですね。で、この船のところにですね、まあ自分のワーカーよろしく、この石ですね、自分の色の石ですね、ここ置いていくわけですよ。で、自分の手番だと基本的にこの自分の石をどん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 置いていきますよと。でそうなってくると、ここそのうちいっぱいになりますよね。でそうすると、じゃあ自分の手番にはこの石、自分のワーカーならぬこの石をですね、ポコッとこう置くか、出航することができるんですね。で出航すると実はこの先にこういうのが待っていまして、どの場所に出航しますかっていうのは当然出航させた人が選べるわけですね。で、複数人数のやつが乗ってるわけあるんですね。もう白だ、茶色だ、黒だ、黒だとかなっているわけですけども、そこをついた時にどう置くかっていうことをこのですね、出航したところある程度コントロールできると、これがまあミソになってるんですね。で、このついた先ですよね、それぞれね、前ラウンドこの船がね、1艘ずつだけ入れるということになってるんですけども、そのついた場所によって、例えばこの高さによってとかね、例えばこのピラミッドの組み方によってとかね、これだったらこの量によってとか、まあ、それぞれこの、本当にこれ上へ上へと積んでいくんで、このどれぐらい物量を持ってるかっていうのって点数が変わると。つまり自分のワーカーならぬこの石材をですね、一旦船の方に詰め込んでいって、あ、このタイミングであそこに送り込むのが自分が最適だなと思うと、船をバッと出航させて、あ、待って、もう一個置きたかったのに、なんていうやつを尻目にそちらの方に積んでいくと。この積み方によって点数が決まると。こういうゲームになっていました。これはね、最初の原則と違ってね、もう帰ってこないんですね。もう積んじゃいますからね、石ですからね。いうことになって変形っぽいところではありますが、自分の手間でやっぱこのどの船に自分のワーカー、つまり石材を置くかっていうところに非常に注目されるゲームなんですね。あ、ハルさん、この石すごいたくさんこの船積んでますから、こっち送ってきますよって。いや、そこはもう俺トップ確定してるから、いらんちゅうにみたいなこともあり得るんですね。なんで、この石の置く場所の加減っていうのと、どこに持っていくかっていうのが非常に面白いゲームでした。しかもこれね、見てたってわかるけど、これ、なんか組み立ててますよね。これ表の面と裏面があったりするんですね。なんでゲームごとにこれの表面と裏面が切り替わることによって毎回ゲームの楽しさが変わると、こうなってました。もちろんこれね、ボードゲームギークから写真持ってきてますんで、英語版になってますけど日本語版出てますんでね、これも非常に面白いですね。こちらイムホテップのですね、システムデザイナーさんはですね、フィル・ウォーカー・ハーディングさんですね。プレイ人数が2人から4人、プレイ時間が40分、ビジレータ 7.2、 重さ 2.00 となっていましたね。これ見ていただいた通りね、プレイ時間40分ぐらいなんですね。非常に軽量級でパッとプレイできる割には、本当にどこに石を積むのか、いつ出航するのか、特殊カードも実はありますんでね、それをいつ使うのかっていうのが悩ましいゲームになってますね。ちなみにね、このデザイナーさんはですね、まあ、国内ですとですね、ドラフトゲームでね、非常に有名な寿司号とかですね、軽量級パズルゲームで有名なですね、熊牧場とかね、まあ、こういったものを出されてるんで、このフィルウォーカーさんのゲームももうちょっと触れたいなという方には、こういったゲームも結構だと思いますし、こちらイムホテップもですね、こちらイムホテップザ・デュエルっていうですね、こちら残念ながら日本語版出てなかったと思いますが、二人専用イムホテップもあるんですね。これも面白いんですよね。ザ・キミ・ギャラリーの方もご紹介していると思うんで、そちらをご覧いただきたいと思いますが、
このあたりも楽しめるということがあって、もちろんワーカープレスメントのイモフテップも試していただきたいと思いますが、このウィル・ウォーカー・ハーディングさんの作品っていうのもそれぞれ触れてみても楽しいんじゃないかななんていうふうに思います。さあお次、中量級部門ですね。この部門ね、結構ね分厚いわけなんですけども、一つ目はこちらですね、エバーデールですね。いやいいですね。ちょうどこれ収録しておりますですね、2022年の2月現在に再版がね日本語版かかったというこのゲームでございますが、まあ見た目もね非常にこう美しいゲームなんですね。こういったとですね、まあ幻想的なですね、この獣人たちが住むっていう世界があるわけですが、基本ですね、まあすごいごちゃっとしてるような感じがありますが、ここのところですね、まあ木材だとかね、まあこのアンバー的なものとか石材みたいなところっていう、この4つのこのリソースですね、これね拡張がここ入っちゃってますんで、ここ真珠拡張が入ってるんですけども、本来こっちのね基本セットここだけなんですね。この4つのですね資源を入手していって、この4つの資源を利用してこのカードをですね、これ買うんですね。でこのカードを買うと手元の方にやってきて、まあ、こちらの方で得点がもらえたり、あるいはカードとカードの組み合わせによって特殊な効果が発生したり、あるいはこのカードの上に自分のワーカーを置ける場所が新しく生まれたり、まあ、こういうことが始まっていくゲームなんですね。で、こちらのところですね、なんか足跡っぽいものがありますね。まあ、これが全部ワーカーが置ける場所になってますんで、ほにゃほにゃしたところに置いと木材が2本もらえるとか、このアンバーと木材が両方とももらえるとか、ここのカードを購入できるとか、まあそういうことが待ってるわけですね。ここがもう本当に典型的なワーカープレイスメントになっていて、カードをもらうっていうことと、こちらのところの資源をもらうっていうのを、誰が、いつ、どの順番で、そしてどのカードっていうことを見合いながらプレイできると。で、当然ここなんかちょっとありますけども、これがですね、もう目標カードとするわけですね。例えばこのペケペケの種類のカードを X 枚集めなさいみたいな目標設定も早取りだったりするんで、ここのところのお互いの状況を見ながらプレイすると、まあ、こういうゲームになってるんですね。まあ、アップで見るとこんな感じになってますね。それぞれのところにですね、点数やなんかが書いてあったりするので、そこをめがけて、ここにね、資源書いてますね。何々が4個いりますとかね、何々が何個いりますっていうのがあるので、それをここからいち早く集めていきましょうと。非常にこうごちゃごちゃしているように見えますが、結局資源4種類しかないので、これがね、これさっき言った拡張ですんでね、資源4種類しかないんで、ここのところをどれをいくつ取るか、これやったらね、もう資源がこれが2個もらえるってもう典型的ですよね。これもね、木材が2個もらえるとか、ここのところにあくまでワーカーを置いていって、そして状況に応じて特別な場所とかもあるんですね。これも毎回ゲームごとにちょっとずつ変わってくるので、こうしたワーカーを配置した場所っていうのは効果が変わりながら自分ところのカードを集めていきましょう。そして自分のところの得点を取るための村の構造を作りましょうというところが、このアートワークの美しさも相まって、プレイ感覚が非常に軽いんですね。なんだけど毎回毎回このカードのコンボを楽しめますよというところが魅力のゲームでございました。こちらですね、エバーデールはですね、システムデザイナーがジェームス・ A ・ウィルソンさんですね。プレイングが1人から4人、プレイ時間が40分から80分、レートは 8.1 高いですよね。重さは 2.82 となっていました。まあ非常にね、軽い感じなんだけど毎回手元の作り方が悩ましい。そして早取り要素が結構あるんですね。うわぁ、それ達成しようと思ったのにっていうような要素も毎回変わっていくので、非常に中量級のまさに現代風のワーカープレイスメントとしてですね、代表としてお勧めできるんじゃないかなというふうに思います。ちなみにこのシステムデザイナーのジェームス・ A ・ウィルソンさんでございますけども、こちらですね、フローリッシュですね。こちらですね、昨年日本の方でもね、流通しておりますけども、こちらですね、ワーカープレイスメントじゃなくて、カードでのですね、こういったね、お花がいっぱいありますけども、これドラフトしていくタイプなんで、ね、手元にもらったカードを隣に渡していきましょうってやつの、カードをドラフトしていきながら、この段ごとにですね、セットコレクションしていきましょう。このね、バラバラバラを集めるとかね、いろいろセットコレクションして得点を取りましょうっていう、ちょっと変わったこの仕掛けのゲームを作ってるんですね。しかもこれ協力ゲームモードもあったりするので、このデザイナーさんのですね、ちょっと変わったあのワーカープレイスメントは非常にオーソドックス。こちらのところはですね、ドラフトをプレイするんだけど協力モードもあるよっていうところもですね、楽しめるので、こちらもですね、同デザイナーで楽しんでみるのもいかがでございましょう。そしてお次こちらですね、もうキングオブ中量級ワーカープレイスメントってのはもうこちらですよ、ヌスフィヨルドですね。もうキングですよね。もう私がどれかというのも1個選べと言われたら、もう中量級ではこれを押すしかないというゲームでございますね。こちらですね、まあこれ漁師町がねテーマになっているこのゲームなんですけども、ここのところですね、ここがワーカープレイスメントね、置く場所になってるんですね。で、ここのところにワーカープレイスメントの自分のワーカーね、この丸いやつですね、まあ、これを置いていきながら、これですね、これ各自の手元のところにですね、ここに自分のですね、こういったカード
これが公園を表してたりですね、まあ、森の小屋を表してたりですね、まあ、いろんな建物を表してですね、これを立てていきましょう。そして得点を取っていきましょう。これね、右のところ3点とか2点とか書いてますね。まあ、これ基本コンセプトなんですね。なので、この真ん中のところで、例えばこの木を伐採して木材を X を取るとかね。で、例えばお金を金を得るとか。で、例えばここにですね、まあ、特殊な能力を持ってですね、長老とかですね、長老を雇用するとか、例えばこれ基本的にですね、漁港なのでこの下のところの船を購入するとか、まあ、これを繰り返していって自分のところの建物をどん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 増やしていきましょうと。これ何がいいかっていうと、ここはですね、ワーカー置く場所が人数ごとに変わるんですが、非常にシンプルなんですよね。建物を建てる、お金を一金もらう、船を建てるとかね、この木を切るっていう、ここがものすごい分かりやすい種類にある。でも、この置ける、この大きさ上違いますよね。ここによって置ける個数が制限されてるんですね、当然。ここのところが非常にシンプルなので、まさに今をどれを置くのかというのが悩ましくとかつ分かりやすい。で、今まで今日ご紹介したやつは、ここの輪っかを置く場所が変わりやすいっていうことがたくさんあったと思いますが、このゲームの場合、ここは固定なんですが、この建物がガラッと毎回変わるんですね。いわゆるですね、このウベ・ローゼンベルグさんのですね、得意なパターンで、この建物に何々デッキっていうのがあって、その出方が全く変わると。そのデッキがあっても、毎回ですね、全部使うわけではないので、見たことない建物が出てくるわけですね。そこのコンボをいかに考えて手元の方に作り出すかというのが、非常に若プレの王道中の王道の仕掛けを取りながら、建物の購入できるのが毎回違う。そしてそれと合わせる長老のコンボが面白いと。いうですね、プレイしていて本当にどん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 自分の手元がですね拡大していって、得点が取れるようになって、生産性が上がってっていうところがミソになってるというゲームでございました。こちらですね、ヌースフィオルですね、システムデザイナーさんがみんな大好きウベローゼンベルグさんですね。プリンズが1人から5人、プレイ時間は20分から100分、 BG レートは 7.7、 重さが 2.86 となっていました。本当に中量級らしい中量級のワーカープレイスメントゲームで、隅から隅まで分かりやすくて楽しめるというゲームですね。で、そしてですね、さっきね、こちらいろんな、ね、デッキが出てると言いましたけども、こういったですね、追加の拡張セットも出てるんですね。ヒラメデッキとかですね、まあ、シャーモンデッキっていうのが出ているので、まあ、こちらのところに切り替わることによっても新しい楽しさが楽しめると。標準デッキですと3デッキ分入ってるんですけどね、こうした追加も出てるということになってますね。 COVID-19 がね始まっちゃったので、これの続きが出てないんで、これがねもっともっと出てほしいなというね、ふうに思うわけですけども、こうしたところを楽しんでみるのもいかがでございましょうか。本当にこれはおすすめですね。そしてここからですね、次世代ワーカープレイスメントね、言うべき作品ご紹介しましょう。こちらですね、ロストルイン・オブ・アルナックですね。これもやっぱ抜群に面白い今ゲームですね。こちらもですね、この収録時点ですね、ちょうど再販がかかっていて入手しやすくなっていると思いますが、これも現代のワーカープレイスメントを語るという時には絶対に外せない作品の一つですね。まあ、こんな風になってまして、もうボード見るだけでもワクワクしますよね。いわゆる冒険ものになってるんですね。で、これが素晴らしくよくできているのはここですね。ここのところですね、探検隊を派遣していくわけですね。もうそれっぽいですね。こうしたところに探検隊を派遣すると、お金が2金もらえるとかね、石板が2個もらえるとかね、何かしらこの時間的なもの、方位磁石が2個もらえるとか、もうすごい分かりやすい、この書いてるものがじゃん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 もらえるわけですね。こうしたところですね、もういったところによってもらえますよと。例えばこれはカードを1枚捨てたら宝石が、赤い宝石がもらえますよっていう、このワーカーを置く部分は全部何かをもらえるばっかりなんですね。おっと、ちょっと待てよと。これなんだと。何も分かんないとこあるぞと。これが冒険のゆえんなんですね。この下のところはベースキャンプなんで最初から分かってますと。この上のところに行きたければ方位磁石を3個払いなさい。その上でワーカーを置くと守護者が現れるんですね。なんだこりゃっていうね、いわゆるモンスターですね。このモンスターが現れるんだが、素晴らしい入手できる場所も生まれると。じゃあ一体とは損じゃないかというと、そもそもこれを置いてるやつがこれは得点なんですね。勝利得点もついてるし、追加ボーナスもついてると。そしてこれも足1個、金1個、この矢尻1個を払うことによって撃退できるんですね。撃退すると勝利点につながると。先ほどのゲームで毎回どういうワーカープレイスメント、置く場所が出てきますかっていうのがカードによって変わりますよっていうことがありましたが、いかにもメカニズム的なところありますよね。それをこの映画風な演出でモンスターが現れる。お宝を持っているが、それを撃退しなくては安全にはいけない。これね、撃退できないとペナルティでマイナス点食らうんですね。いうこのワクワク感を演出することに成功したのがこのロストルイン・オブ・アルナックなんですよね。そして同時にデッキ構築も兼ねてるんですね。カードを買うことができて、
手元の方でプレイする、例えばこれやったらこんな、なんかさっきこの足型とか払えとかありましてね、こういう移動力っていうのを指定できるのをこのカードで使うこともできるし、このカードそのものにですね特殊効果もあるんですね。つまり手番でワーカーを置く代わりにこういった特殊カードを使うことによって全然違うアクションもできることをしたと。私最初言いましたようにワーカープレイスメントって、いわゆるワーカープレイしたところ、置いたところのアクションが発動するっていうのが王道中の王道だったんですが、それに加えて他人と違うアクションしたいっていう時には手元の方からみんな違うカードを出せるようになったんですね。ここに売ってるんですよね。この2つが合体した、ワーカープレイスメントとこのデッキ構築が合体したっていうのは、この2021年前後から最も今トレンドになっていて相性がいいという仕掛けのこの戦法の一つがこのゲームなんですね。でもう一つこのアルナックには用意されていて、もう一つこうどん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 こう資源を払うことによってこの人員的なところのトラックをずっと調査できるっていうのがあるんですね。この上に行くトラックは上がれば上がるほど特殊効果もどんどんついてくるし、ものすごい得点ももらえるんですね。つまりこの真ん中で冒険をしたり、そしてこのモンスターなんかを撃退したりしてきたリソースをここに突っ込んで持ち上げたいんですね。もちろんモンスターなんか大したことによる勝利点ももらえますが、ここをいかに上げるかということに注力できるっていう、このトラック上げ競争のレース的な部分、早いもん勝ちの方が早く行った方が追加ボーナスもらえるんで、レース的な要素、そして未知なるこのモンスターとの出会い、手元とのデッキ構築っていうこの3要素が素晴らしい具合に合体したというのがこのゲームでございました。こちらロストルイミンアルナックはですね、システムデザイナーさんがエルヴィンさんとミンさんのお二人、プレイ人数は1人から4人、これソロも抜群に面白いです。プレイ時間が30分から120分、 BG レートは 8.1、 重さが 2.86 となっていました。ちなみにボードゲームギークのですねランキングがあるんですけど、その中に個別のカテゴリーがあるんですね。ウォーゲーム部門とかね、まあ、いろんなゲームがあるんですけども、ファミリーカテゴリーっていうのがあるんですね。いわゆるまあ中量級の一般向けっていうところのね多く入ってるカテゴリーなんですが、この中量級カテゴリーに一番近いこのファミリーカテゴリーだと、このロストルインアルマックは現在第2位なんですね。第1はウィングスパンなんですね。ただウィングスパンは今回ワーカープレイスメントの間まで覗いていますけども、ワーカープレイスメントを含んだ中量級部門でいうと、いわゆるまあボードゲームギークでこれが1位なんですよね。ちなみに第3位は先ほどご紹介したエバーデルと、こうなっていました。いやーこれ本当たまたまなんですね。私がこれは外せんだろうと思うと2つともこの上位にランクインしていて、やっぱり評価高いゲームだと思いましたね。ちなみにこのロストルインアルナックですけども、こちらですね、拡張セットですね、エクスペディションリーダーズですね、こちらの方が海外ではすでに流通が始まっておりまして、まあこれですよ、もう見るだけでドキワクですよね。各プレイヤーごとのですねこのプレイヤーボードがあったんです。あれがね全員変わったんですね。特殊能力がガバガバガーってあったんですね。そしてさっきのですね調査するトラックですね、これも変わったんですね。ガバーッと置き換わって、途中にモンスターがあるじゃんと、こういう風になり、新しい死後のモンスターも出てき、カードもガバガバーッと変わりましたっていう、こちら海外ではすでに評価が非常に高くなっている作品で、こちらも日本流通が待たれる、そして流通した時にはきっと私マストバイでいいでしょうと、こういう仕掛けになってまして、これを楽しみがあるということですね。そして中量級最後はですねこちらです。これも外せませんですね、デューンインペリウムですね、いわゆる砂の惑星ですね。最近映画の方も新しいバージョンが公開されてますけども、これも中量級ワーカープレイスメントの U の一つですね。非常に現代風ですね。こちらですね、デューンの砂の惑星のね舞台となってるね、こちらの惑星のところですね、このねワーカーをみんなプレイしていくことによってさまざまな資源が得られるんですね。例えば水が得られるとかね、例えばここのところですね、お金が得られるとかですね、まあ、非常にこのね限られたこの資源が得られるっていうことなんですけども、この惑星表面ですね、まあ、スパイスと言われるね、このゲーム特有のものも得られますが、もう基本これを得ていくだけなんですね。でこれを得た資源を利用して、こちらの左側のトラックのところにはこのね銀河には4つの勢力があるんで、その4つの勢力にそれを支払うことによって自分の地位を高めていくんですね。この奥の方にあるやつ、このそれぞれの4つの勢力に対して自分の地位が高まることによって、定期的にこういう黄色い丸が出てくるんですけども、これが点数なんですね。これを一刻も早く10点まで高まりましょうと、こういうゲームなんですね。なんで惑星の中央のところでは資源を得て、それを使って4大勢力に支払うことによって自分のですね影響力を高めていきましょうと。特別な場所もありますけども、基本的には同じですね。こちらのところでもお金を得たりとか、まあ、あるいはワーカーを増やしたりとかですね、いうことができる。でこのゲームも特徴になってますが、なんかちゃちゃっとこう見えてますけども、実はこのゲームもデッキ構築と合体しているんですよね。
非常にこのゲームは特徴になっていますのが、今までここまでお話してきたワーカープレイスメントは基本ワーカーどこでも置けるんですね。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけどね、ワーカー空いてるんだったら置けるんですよねというね話をしておりましたが、このゲームはですね、ワーカーを置くとこの配置制限がこのボード上にあるのではなくて自分の手元にすごい強いんですね。例えばここのとこなんか青丸書いてますね。青丸青丸青丸って書いてますね。ここ黄色の三角書いてますよね。このカードが手元にないとプレイできないんですね。つまり自分がここになんかアイコンありますけども、自分の手元からまずカードを出してそこへの侵入許可をもらったら初めてワーカーを置けるんですね。なのでワーカーが単に手元にあっても行きたいところに行けないんですね。こういう自分の手元のところでどこへ行けますか。例えばこの勢力のところにもですね、この勢力のところにアプローチできるカードを持ってなければいかに資源があっても行けないんですね。当然ここで資源を買ってて行きゃいいっていう単純な今までワーカープレイスメント用途だったものが、ここのところのカードをですねうまく購入することによってより自分の都合のいいところにアプローチできるようなデッキを自分の手元に構築していきなさいよというアプローチだったのはこれなんですね。しかもなんかこれさっきからね思わせぶりな、ね、ユニットいっぱいありますよね。これが惑星上の争いを表していて、毎手番軍事ユニットをここに送り込むによって、いわゆる数比べですよね。数比べをしてここの勝者敗者によって先ほど言った勝利点が追加でもらえたり特殊能力カードがもらえたりっていうのがあるんで、ここも外せないんですね。このあたりを全てコントロールしているのがこのカードなんですよね。いかにうまく闘争を使えるようにするか、いかにうまく資源がもらえるか、あるいはカードごとの特殊なコンボ A をプレイしているときに A ダッシュをプレイしたら追加能力あるっていう、この特殊能力を集めながらプレイすると、本当にユニークなカードたちがありますんでね、こちらのところをデッキ構築しながら、そしてもうこれがないと本当に狙っとこ置けないんでね、置けるようなカードを手元に作っとかないとどんなにワーカーがあっても進めないと。そして様々な特殊能力を持った各プレイヤーのリーダーたちですね、このどのリーダーを担当するかによってまた能力が違うっていう、先ほどのロストルインアルナックとはちょっと違った、ロストルインアルナックの方はワーカープレイスメントの置き方、デッキ構築する特殊能力、そしてジントラック的なところを探検していくって3つの要素が均等にうまくミックスしてるんですけども、こちらのところはワーカープレイスメントの場所を置くっていうところと、このカード構築っていうところがすごい密接なんですね。どこに置けるかっていうのが制限されていくので、この作り方っていうのが新しい面白さを醸し出していて、今最も新しいデッキ構築プラスワーカープレイスメントの2大ゲームの片方がこっちなんですね。こちらデューインペリムやシステムデザインさんはポール・ディニンさんですね。でプレイ人数が1人から4人、プレイ時間が60分から120分、 BG レートは 8.3、 これも恐ろしい高いですね。重さは 2.98 となってました。2022年には日本語版の発売も予定されておりますので、これは絶たらきっとプレイしていただきたいというね、非常にゲームの一つですね。ちなみにこのシステムデザインさんはデッキ構築ゲームはね非常に得意な方でして、こちらですねクランクですね、こちらの左側のですねクランクの基本セットの方はですね、まあ日本語版は出ておりますので、もう目にした方も多いと思いますけども、このねダンジョンの中を潜っていって、そちらのとこからお宝をねもらって帰ってくると、しかしガチャ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 音がするんですね。ダンジョンの中で冒険者が行くと、そうすると竜が目覚めて焼き殺されてしまいますよ、いつ早くうまく抜けられますかという、こちらも非常に面白くできていますし、海外の方でですね、このクランクインスペースですね、宇宙ですね、宇宙ステーションの中に侵入していって、やはりお宝をね、取ってくるっていうね、こちらもね、英語版では出ていて、私こっち大好きなんですね。っていうことになってますんで、こちらのですね、さっきのデューインペリオンプレイしてみて、あ、デッキ構築ゲーム面白いじゃんっていうふうに思えば、同作者のこのクランクの方に手を出してみるのも同じくおすすめでございます。で、そしてですね、ちょっと番外編でございます。こちらですね、英語版しかね、ないゲームなんですけども、2012年の作品になっておりまして、ロード・オブ・ウォーター・ディープですね。ワーカープレイスメントという、ね、ものがですね、まあ、ここ世界中に定着し始めたのはアグリコラ以降ですので、大体2010年ぐらいなんですね。まあ、そのちょっと前に出ておりますけども、ワーカープレイスメントという言葉がですね、定着してきた頃の作品なんですが、いわゆる D&D 世界のですね、ウォーターディープの街をですね、まあ、ターゲットにしたですね、ゲームなんですね。でこちらのところですね、この街のところにね、こういったボードの方が描かれていて、こちらのところですね、まあ、新しい依頼をもらったりとかね、新しい冒険者を雇ったりとか、新しい建物を建てたりっていうのがあって、ここの本当に冒険している感が非常にこれよくできてるゲームなんですね。なのでこれ一時ですね、まあワーカープレイスメントといえばですね、まあロードボーターディープすぐやりましょうっていうぐらい卓が立ったゲームなんですが、
まあ、残念ながらですね、これね、非常に今入手が難しいですね。まあ、日本語もありませんし、まあ、海外の英語版で全部翻訳するしかないということでありますが、ワーカープレスメントらしいワーカープレスメント、本当に典型的なワーカープレスメントで、かつこの D&D 的な世界観をがっつり楽しめるということで、英語版ではありますが、ちょっとチャレンジしても、いや、俺大丈夫だよ、私翻訳してもいいわ、輸入してもいいわっていう方であれば、海外ではまだまだ流通しているので、こちらの方も合わせて番外編ということでお勧めしたいワーカープレスメントではあります。そしてこちらですね、拡張セットも出てるんですね。このね、ビボルダーがど真ん中に出ておりますね。このロードウォーターディープの拡張ですけども、これも入れるとまあいいわけですね。もう本当にこの追加の要素がね、新しい場所があったりね、もう追加のね、悪い連中とか腹黒い連中いっぱいいるわけですよ、この中に。っていうですね、腹黒いイベントもあったりするのがあって、ここまで入れるのが本当に完成形なんですが、このロードオブウォーターディープもキングオブワーカープレスメントね、当時本当にワーカープレスメントプレイしたわーっていう感じになるというゲームの一つではありますんで、こうしたゲームをですね、ご承知いただくのもよろしいんじゃないかなと思います。どっかで僕持ってるよ、日本化してるよなんて人がいたらですね、ぜひぜひですね、お試しいただきたいゲームでございますね。さあ、そしてですね、重量級部門ですね。まあ、こちらね、堂々たるゲームが出てまいりますよ。その一つはこちらですね。ロシアンレールロードですね。まあ、これも本当にワーカープレスメントらしいワーカープレスメントをですね、採用したゲームでございますが、まあ、こんな形になってるんですね。鉄道ゲームなのでですね、線路を引く大きいボードがないというね、非常に不思議な構造になってるゲームですが、この中央のところでですね、各プレイヤーのね、ワーカーをもいっぱい置いてますよね。ここのワーカーを置いていって、それによってですね、これ手元にですね、3本線路があるんですね、各自ね。ちょっとアップにしますよ。こんな形になっていて、3本線路があって、まあそこにですね、まあ、線路を敷設していくような形になるんですね。で、面白いのは、ここに電車がありまして、4とかね、7とか8とかありますけど、この列車のですね、まあ走行距離みたいなのがあるわけでね、どこまで走れますかっていうのがあって、まあそこまでしか有効になっていかないわけですが、そこにまず黒いのが走り、その次にこの銀のが走り、その次最後茶色が走りっていうですね、まあ3つ、1本の線の中に3つこの線路的なものが走っていくわけですね。で、そのどの色がどこまで行ったかによって、得点とかの要素が変わってきますよと。こういうね、この3本の線路をどのぐらいの割合でどこまでやるか、全部を最後までやることはできませんので、まあ、そこをやりましょうと、そういうゲームになってるんですね。なんでこんな感じですね。こう点数がとか入ってますね。どこまでするのか。ただしこれ絶対後ろのやつはね、追い抜けないんですよ。だからこう詰まっちゃうんですね。もう黒を早くどけよと。そうしないと次このね、灰色がいけないじゃんっていう、ここのところをまあコントロールしようということになっている、各自の線路を引いていきましょうっていうゲームなんですが、まあ主眼はここなんですよね。さっきの黒色を何マス進むことができるとか、灰色を何マス進むことができるとか、茶色を何マス進むことができるって何マス進めますかっていうのがあったり、新しい鉄器の鉄道を買うっていうのがあったり、万能のお金をもらうっていうのがあったり、今ここには出ていませんが、特殊能力タイルですよね。まあこういったところですね、この自分の下のね、こういった工場を作っていて、ここも進めることができるっていうものがあったり、自分だけのワーカーを置ける場所を変えるっていう場所もあるんですね、この中に。っていう、非常にこの中はお金、3つの線路を進める、そして自分だけ置ける特殊能力をもらう、工場タイルを置くっていう、ここ非常に分かりやすくなっているんですが、数が違うんですね。3個、2個、1個ってこうなっていて、一体自分の手元のワーカーをどの順番でどこに置けばいいんですかっていうところに、非常にプレイのですね、この選択肢がですね、悩ましいゲームなんですね。めちゃくちゃ悩みます。もう確実にみんないい場所しかないんですよ。で、序盤みんな黒い線路しか持ってないんですよ。当たり前ですけどね。だから将来のやつなんかいらないんですよ、最初ね。そうするとすごい選択肢が同じようなところみんなが見ていいもんばっかりわっていう時に、どれから行くのか、どれを選ぶのかっていうのが、これはワーカープレスメントのこの真ん中の要素は非常にシンプルに出来上がっていて、中量級でも良さそうですが、この自分の手元の線路の進め方、工場の新しいタイルの取り方、この推進力をどれのどの順番でどの列に配置するかっていう手元の構築の仕方っていうところが、マイゲームバリエーション飛んでいて面白いというのがロシアンレールドでした。こちらロシアンレールロードのシステムデザイナーさんがヘルモーレイさんとですね、リオンハードローニーさんのお二人ですね。プレイ人数が2人から4人、プレイ時間90分から120分、ビジレートが 7.8、 重さが 3.41 となっていました。ちなみにこのロシアンレールロードは拡張セットでね、手元やなんかのところがねちょっと変わったりって、新しいものが入っているアメリカンレールロードとかジャーマンレールロードっていうのも出ていたりしたんですが、
この2022年におそらく国内にも流通してくると思いますが、こちらですね、ウルティメイトレールロードですね、先ほど言いましたですね、アメリカンレールロードと、もう世界的にも入手難になっていた拡張セットでね、すごい面白いって言われているジャーマンレールロード、この2つが入って、そしてさらに新しい新拡張のアジアンレールロードも入ったという究極版がこちらなんですね。しかもですね、ロシアンレールロードの最初のバージョンさっき言いましたように1人入ってないんですね。まあ後から追加出ましたけど、ソロルールっていうのも最初から入ってるっていう、この究極ビッグボックス版というのも出ていますので、これから試してみたいなという時に、おそらくもうですね、海外の方ではボツボツ流通始まっていますんで、ただしそれ英語版じゃないんですね。英語版がこの間もなく流通し始めますでしょうから、そちらを狙ってみてプレイするのもいいんじゃないかなと。先行で海外版を輸入したりしてですね、プレイした人の評判はですね、上々なので、これを狙ってみるのもよろしいんじゃないかなと思います。そしてですね、先ほどですね、言いましたお二人のデザイナーさんですね、ルモーレイさんですね、非常に鉄道ゲーム好きな方なんですね。一つはこれですね、ファストクラスです。カードのドラフトですね、セットコレクションっていうのを作って、元の作ってきました。これも独特なカードドラフトがあってね、名作だと思うんですね。ここ日本語版の方が出ていますっていうことがあるのと、もう一つですね、こちらですね、これ路面電車をですね、作っていこうという、二人専用ゲームなんですね。こちらも日本語版出てまして、タイトルまんまの路面電車となってますんでね、本当に電車好きな方なんですけどね、この二つもですね、体験してみるの面白いですね。このデザイナーつながりっていうのを探してみるの楽しいですね。でまたですね、もう一つのデザイナーさんですね、リオンハード・ローニーさんですね。このね、超絶もっとも18系ってね、よくね、皆さん耳したことあるかと思いますが、18系とか出している方でありまして、そのシリーズの一つ 18CZ ですね。こちらチェコスロバキアをですね、舞台にした18系の鉄道線路ゲームなんですけども、これはですね、超重たいですね。プレイ時間が箱に書いてるやつだけでも250分になっていますし、あとですね、まあ、2つですね、1844と1854、これ先の実はお二人で作ってるゲームなんですけども、この2作品入ったこちらのゲームのところも出しています。これはちなみにプレイ時間は箱に書いてる時点で300分というかね、プレイ時間はですね、押して知るべしっていうことになってますが、こうしたものも出してますし、この18系の中でもですね、非常に変わり種の海洋型のですね、まあ、船を線路に見立てて作っていくっていうポセイドンとかいうのをね、お二人で出していますね。本当にこの電車好きのお二人が出したというゲームのロシアンレール、非常に面白いですね。さあ、そしてもう一つこちらですね、まあ、やっぱこれも外せませんね。もう本当にワーカープレイスメントといえばね、ウベローゼンベルグさんの作品は外せないわけですが、オーディンの祝祭ですね。ただし私がおすすめでご紹介したいというのはこれだけではございませんで、こっちですね、こちらですね、ノース人拡張ですね、まあ、これが合体したバージョンを今回おすすめさせていただきたいと。私標準だけだとまだもう足らんと思うんですね。このノース人拡張が入って初めてオーディンの祝祭は完成するんじゃないかなというふうに思ってるわけですね。コンポーネントね、膨大です。こういう感じになっておりまして、まあ、これが一人プレイヤー分なんですね。ここのところで開拓していきましょうってことになっていて、このオーディンのね、バイキング的なところが、例えば船を作るとかね、例えば狩りをするとかね、例えばですね、この資源を取りに行くとか、例えばですね、まあこうね、襲っていってですね、財宝をもらうなんていうことが、このアクションで、まあ、数十個あるんですね。でこちらのところにですね、自分のワーカーを置いていくと。そしてこの列はワーカー1個でいい、この列は2個でいい、3個でいい、4個でいいってね、置く場所によって当然効果が違うが、必要なワーカーの数が違うと。で、この同世代などの得意なこの職業的なカードですね、これをプレイすることによって、毎回これパイレーツ海賊とかは、こいつは木1個とお金6個があればこの財宝がもらえるよって、こういう特殊なアクションがちょっとずつ増えるんですね。こう特殊な効果も手元に吠えるっていうので、こんだけあったら十分だろうと思いながら、私だけのアクションっていうのもちゃんと用意されてるっていう、このオーディの祝祭、この組み合わせいいわけなんですよね。で、そしてこれが基本セットだったわけなんですが、さっきのノース人拡張になると、まあ、これ良かったんだけどなということで、これ実際ないことになりまして、この基本ボードね、全部やり直しになったんですね。さっき4本だったら、ほら見てください、5列になってるんですね。でこの5列目の端っこのところが、そのラウンドから抜けるときだけポッとプレイできるという、強力なんだけど絶対パスになっちゃいますよっていうものがやってきたり、こちらのところのですね、財宝のところのですね、数やなんかも変わったりってことになっていて、一部のですね、弱かったアクションっていうのが全面的に改良されたんですね。あんだけやって改良の余地がないだろうと思いながら、こっちをやるとですね、ちょっと戻りがたいぐらい良くなってるんですね。非常に全体のプレイバランスが良くなっているのに加えて、後半どん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 得点が入ってくるっていう仕掛けがあって、まあこれ本当にですね、重量級のワーカープレイスメントのキングの一つでもですね、これだけ置く場所がありながら足らないんですよね。うわ、置きたい場所取られてるわってなるんですね。こんだけやったらなかろうと思うんですけど、あるんですよね。そういう戦略の流れっていうのをお互い読み合いながら、ある時にはお互いに先んじてっていうのをプレイできるっていうのが、
このノース人拡張なんですね。本当に面白いですね。これが日本語版でプレイできるっていうのはなんて幸せなんでしょうと思いますが、こちらですね、ワーカープレイスメントらしいワーカープレイスメントで、今の重量級の王様ということになると、一つこれが挙げられるんじゃないかなというふうに思います。オーディンの祝祭ノース人拡張入れですね、システムデザインさんがですね、ジョルノットコーピーさんとウェローゼンベルさんのこれ共作になってるんですね。プレイ人数1人から4人、プレイ時間が30分から120分、まあ絶対この30分の方が終わらないんですけどね、まあ2時間以上だと思っていただければ結構ですけども、 BG レートは 9.0、 これも驚異の点数ですね。9点台ですからね。重さは 4.08 という抜群の重さとなっていましたが、こちらも本当におすすめです。そしてですね、最後の作品ですね、まあやっぱこれも外せませんですね、横浜新商店ですね。おかずブランドさんの作品ですよね。日本語世界に誇るデザイナーさんですが、これもですね、やっぱり非常に特徴があるゲームなんですね。横浜を舞台にしたですね、商取引っていうテーマになっていまして、こちらの方はですね、最初の方に出てきた軽量級と違っていて、このボードをですね、ちょっとボード状になっている、この横浜を舞台にした様々な銅鉱山とかお茶とかですね、この絹とかいうのは出てくるっていう、いわゆる典型的なワーカープレイスメントの置く場所があるんですけども、三角形状を組み合わせてるんですね。で、そこのところにですね、自分のワーカーを置いていくことによってアクションしていきましょうと、こうなってるんですね。で、自分のところデッチさんみたいなものを、ね、それぞれあちこちに置いて、自分のこの主人公の社長的なコマですね、これを置くとそこの場所が発動すると、こういう仕掛けになってるんですね。これが非常に面白いのは、ここのところ1個2個3個4個とか1個2個3個4個で書いてますけども、そこのところにある自分の色のコマ数によってパワーが決まるんですね。例えばこの今手を取ろうとしてますけど、これがこっちの銅山に行くと小さいのが1個2個3個、これを入れて4個なので、4個なので銅が2個もらえますよと。つまりどのパワーをかけると場所によってもらえる効果が違うんですね。で、ここの中でいっぱい書いてますよね。これが自分の視点やなんかを出せるんですね。その場所に視点やなんかを出すと当然勝利点ももらえますが、常にその場所の1パワーはプラスになっていくんですね。自分の色のコマがあれば全部パワーが増えるのでっていうことになっていて、この領土争い的な要素も兼ねてるんですね、全体に。この2つは兼ね備えたこと、それとこの自分のコマは移動できるんですが、他人のいる場所には当然入れないんですよね。ワーカープレイだから、これワーカーだから。でも自分の部下を先に置いとくことができたりして、それはなぜかというと、これね、部下経由でないと移動できないんですね。急に違うとこ行けなかったりするんで、この移動ルートを次これを取ってあれを取ってこれを取って、移動ルートを考えながら自分の部下をばらまいていて、徐々に移動していくと、他人のとこには入れないと、通りすがるにはお金も払わなくちゃいけない、この通行料的なものも必要になるっていう、場所の動き方と配置、他人を牽制する先取りっていう要素がうまく入ってるのがこの横浜新商店なんですね。で、先ほどなぜそれをやりたいかっていうと、こういうことですね。注文書がやってきているので、この4つとこのお茶っ葉2つっていうのを集めると、ここで勝利点がもらえますよと、追加効果もらえますよっていう、この注文書をどんどん達成していきたい。あるいはこちらのところの右のね、こっちの方にありますように、特殊効果のカードもあるわけですね。新しい技術能力っていうのも手に入れていって、それによって他の貸し筋も変わってくる。あるいは教会なんかに寄進することによって得点もらえるっていう技術的な価値パターンとか、この教会への寄進とか、先ほどの注文書をこなすっていう勝ち筋もたくさん用意されてる、このワーカープレイスメントが横浜新商なんですね。本当に私このゲームファンなんですけど、これもね、やっぱり外せませんね。こちら横浜新商店でシステムデザイナーさんが日差し林さんですね。おかずブランドのおかずさんですね。プレイ人数が2人から4人、プレイ時間が90分、ビジレートは 7.8、 こちらも高いですね。重さが 3.29 となっていました。ちなみに横浜新商店、これだけでとどめませんで、これが面白いなと思っていただいたら、2人専用に生まれ変わった横浜新商店デュエル、そして別のアプローチで攻め上げた、こういうことができるのかという感じができる横浜新商店のいわゆる紙ペンゲームのロール&ライト、こういうバージョンもありますので、ここまで突き詰めてみるのも面白いというふうに思います。さあ、最後番外編です。こちらも残念ながら日本語版が出ておらないゲームでおりますけども、これもね、非常に特徴的なゲームなんでご紹介しましょう。シティ・オブ・ザ・ビッグ・ショルダーズですね。これね、10選にちょっとね、英語版なんで入れておりませんが、こちらもね、やっぱり紹介しないわけにはいかんなということで今回入れてみました。こちらですね、まあ、経営系のゲームになっていまして、まあ、非常に基本はですね、まあ、自分の会社持ってるんですね。で、この会社ごとにですね、まあ、特徴が全員違ってるわけですが、やることといえば基本はここの上のところになんかコマがありますけども、資材が一定量あるので、この資材を仕入れることによって、自分のところで製品化して売るって、これだけなんですね。売るタイミングによってもらえる報酬が違いますよと。このもらえた報酬によって自分のところの株価が上がっていくんですね。こういうゲームですね。株価？そうなんですね。他人の会社も買えるんですね。
他人の会社の株も買えば自分が株主になって取れたりするんですね。株だから。筆頭株主がそれを運営してるんですね。っていう、お互いのワーカーはまた別として、お互いがこう管理している会社そのものもやり取りできてしまう。新会社も作ることができてしまう。場合によっては相手が株を売ったことに、あ、俺が社長になったわ。あ、俺ここを僕経営することになったんだっていう、この経営的な要素。これもともと先ほど出てきました18系ですよね。あれは鉄道のゲームなんですけども、本質は経営ゲームなんて言うんですけども、あれをワーカープレイスメントにガバッと変えたゲームなんですね。非常に要素はよく似てるんだが、線路はどっこも引かないんですね。この中央にあるところで毎回ラウンドごとにだんだん置けるタイルが皆さんのですね、欲望によってここ実は置かれていくんですけども、このタイルを置いていくことによって資源の入手、製造っていうことを繰り返していきながら、得点を得るには生産したものを売って株価を上げていくと。こういう経営ゲームのワーカープレイスメントにも出てます。これも本当に面白いんで、これは残念ながらもほとんど流通がないんですけども、どこかでチャンスがあればぜひお試しいただきたいというふうに思いますね。こちらシティオブザビッグショルダーですね。システムデザイナーさんがレイモンド・チャンドラー3世さんですね。プレイ人数2人から4人、プレイ時間が120分から180分。まあ180分かかると思いますね。BG レート 7.9、重さは 4.02 となっていました。いや、これも本当に面白いゲームでございますね。というわけですね、ワーカープレイスメントのね、メカニズムを基本に採用したボードゲームからおすすめ10選をご紹介してました。もうね、ここまで聞いていただいた方ね、お分かりいただけますように、派生のゲームをたくさんご紹介してるんでね、全然10個にはとどまっておらないわけですが、やっぱり同じデザイナーさんがですね、違うのもどう作ってるかとかね、類似ゲームっていう探していくのもね、ボードゲーム一つの面白いと思うんですよね。一つメカニズムとしてワーカープレイスメントの切り口から入っていって、同じワーカープレイスメント横展開しながら様々面白いゲームっていうのも横の面の広がりとして面白いと思いますし、縦の広がりとして同じデザインさんから違うゲームを探していくと、そうすると出来構築に出会えたり、1830系の鉄道ゲームと出会えたり、そしたらまた新しいメカニズムして横へ広がっていくっていうことができるのもこのボードゲームの面白さの一つだと思いますんでね、今回は多面的にもご紹介いたしました。ということですね、ワーカープレイスメントボードゲームおすすめ10選を今回はご紹介いたしました。ザゲメチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。